魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるか、誕生日を迎えて最初の運試しみたいなもんだよな。どうせならいいものもらいたいけど。誰が俺のプレゼンターに選ばれたんだろう。豪華なプレゼントくれそうなカリム先輩あたりがいいな。あら、カリムじゃなくて残念だったわね。あんたのプレゼンターに選ばれたのは、このあたし。 ビルシエンハイトよ。ビル先輩やったすげえついてる絶対にセンスいいものもらえるじゃないっすかやべえ、めっちゃ楽しみ。俺のプレゼント何を選んでくれたんですかまったく、調子がいいんだから。誕生日おめでとう、エース。あたしからのプレゼントよ。ありがとうございます、ビル先輩じゃ、 早速開けさせてもらいますえこの箱のロゴってまさかのハイブランドマジで中身はサングラスゴールドのフレームもブラウン系のレンズもめちゃくちゃ大人っぽくてクールじゃんうわー超上がる俺のプレゼンターに選ばれたのがビル先輩で本当によかったー 当然の反応ね。上限金額以内でプレゼントを用意するのは大変だったんだから。やっべ、めっちゃ嬉しい。つーか、こんなハイブラのプレゼント、どうやって予算内に収めたのどっからどう見ても新品じゃないすか。形も最近の流行のやつっぽいし。あら、意外と見る目があるのね。実はプレゼンターに選ばれた翌日、雑誌の撮影があったの。 来シーズンのプロモとしてブランドが撮影用に提供してきたのがこの新作サングラス一目であんたに似合うって分かったわそれにサンプル価格で買えたからなんとか予算内今日の衣装に合わせるのはもちろん普段のコーディネートに取り入れてもいいアクセントになるはずよコーディネートでもなぁ 俺にはハードルが高いかなぁしゃれでセンスのいい先輩に使い方を教わりたいなぁなんて今日はあんたの誕生日だものね分かった特別にあたしが手ほどきしてあげるさっすがビル先輩最高のプレゼントをもらったって間近目で自慢しまくろうっとそれならスマホを貸しなさい自慢するには マジカミにアップするための写真が必要でしょお願いしまーすあビル先輩前に雑誌の表紙でサングラス使ってポーズ撮ってたよねこんな感じで全然違うわもっと顎を引いて視線は正面それからサングラスをちょっと下にずらしてああどう決まってますギリギリ球大点ね指はサングラスにかけたまま 動かさないで撮るわよ <noise> さあインタビューを始めましょうはーいよろしくお願いしますナイトレイヴンカレッジの生徒の中で 兄弟にするなら誰がいいですかただし、同じ量の生徒はなしよ。さ、答えて。兄貴にするなら、アズール先輩。アズールあんたが即答であの男の名前を挙げるのは意外だわ。そうすかまあ、同じ量もありなら、ノリが良くて話しやすいケイト先輩って答えたかもしれないけど。アズール先輩って頭いいし、抜け目ないじゃん。 身内にいたらすっげえ頼りになりそうあいつがそんなに甘い男だと思うアズールなら身内相手でも相応のリターンを求めるでしょう,うーんでも俺が弟だったら少なくとも勉強だけはタダで教えてくれると思うんだよねだって出来の悪い弟がいたらアズール先輩の商売の信頼にも関わるじゃないですかそれは一理あるわね 自分の不利益になるなら、普段と違う行動をとるかもしれない。でしょそれに、モストロラウンジの経営が順調なことを考えると、詳細があるのは間違いなし。今の時点で相当稼いでるんだろうな。アズール先輩が兄貴だったら、ビル先輩みたいに豪華なプレゼントを送ってくれそう。それこそブランド物の,の腕時計とか、限定モデルのスニーカーとか、 あーでも俺は今着てるみたいなストリート系のファッションが好きだから服の趣味は合わないかも誕生日の旅に「今日は好きなものを何でも買っていいですよ」って言ってくれたりしないかなまったく財布としてしか見てないじゃないだってアズール先輩って絶対に将来安泰なタイプだと思いません 卒業したら貪欲に新規事業を立ち上げたりして今よりもっと稼ぎそう <laughs> 俺具体的な夢とか目標とかないんでコネでいいとこ就職できるんなら超ありがたいっすさっきから例え話がやけに具体的ね実のお兄さんもアズールみたいなタイプいや全然ノリ軽くてチャラい感じですよでも兄貴がいてくれて助かったことは多いかも 何せ学校生活も就活も俺より先に経験して全部お手本見せてくれるんすから。納得いったわ。あんたのその容量の良さはお兄さんを見て育ったおかげってわけね。全部が全部ってわけじゃないですけど。<laughs> まあ、割と感謝はしてるかな。何事もうまく立ち回るには情報って大事だしね。 じゃあ、次の質問もしハーツラビル量以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますかそりゃあスカラビアでしょまた即答清々しいわねもともとスカラビア寮が良かったのうーん別にそういうわけじゃないですけどうちの寮ってよくわからない法律がたくさんあるしルール違反すると後が怖いんだよな だからもうちょい気楽にのびのびと過ごせる量がいいなと思って。とりあえずサバナクロウは体育会系の寮風が暑苦しくてやだし、オクタビネルとイグニハイドの寮生とはあんまノリが合わなさそう。ディアソムニアもなし、なんか怖いし、セベクが毎日うるさそうだし <laughs>。そうなると、スカラビアとポムフィオーレの二択になるわけだけど。 あんたは鍛えがいがありそうね、エース。だからそういうのは間に合ってるんですって。ビル先輩もうちの寮長と同じくらい厳しいじゃないですか。別の寮に行く意味なくなる。それに比べてカリム先輩はちょっとくらいミスしても笑って許してくれそうだし。ジャミル先輩には部活でたまーに怒られるけど、でも首をはねられるよりは全然マシ。呆れた。 自分の底を改めるって発想はないの今だって十分すぎるぐらい努力してますって。悪いのは厳しすぎる環境の方でーす。<laughs> それに、スカラビアってしょっちゅう宴を開いてるんでしょスカラビアのクラスメイトが、いつも料理が豪華でうまいって話してるから、羨ましくって。それに、大がかりなマジックショーが開かれたこともあるとかで、俺も見たかったー。 ず,りーよなーずっととは言わないけど何日かお試しで入寮してみたいあら何日かのお試しでいいのあんたハーツラビルの環境に文句タラタラのわりに転寮したいとは一度も言わないのねあーそれはまあ一応闇の鏡様が選んでくれた俺の魂に一番合う量らしいし なんだかんだルームメイトとか先輩たちともうまくやってるし転了するほどでもないかなってふーんまそういうことにしときましょうちょっとなんすかそのニヤニヤした顔話がそれてきたしこの話は終わり終わりこれでインタビューは終わりですよねええこの後に控えているのは本日のメインイベント エース、あたしからのプレゼントはちゃんと脇に寄せておいたばっちり。はぁ、あ、見てる分にはめちゃめちゃ面白いけど、自分がやられるとなるとなぁ。つべこべ言わないの。おとなしくあたしからの幸運のギフトを受け取りなさい。ああ、もうわかりました。パパッと終わらせちゃってください。それじゃ、行くわよ。エーストラッポラ。 お誕生日おめでとう